不倒立と変圧器の容量ということで、お話します。今ですね、トランスがありましてね、 A さん B さん、C さんの家があったと。でそれのですね、いわゆる、負荷曲線ですね、が A さんはですね、ずっと2キロワットですね、使っていると。で B さんは最高がですね8キロですね、8キロワット使ってますよと。C さんは6キロワット使ってますよと、こういうことになるんですね。だからこの変圧器の不倒率はどないなるかということですね。不倒率はですね、はい、各、家庭のですね、最大ですね、最大、需要ですね、電力ですね、をですね、合成のですね、最大需要電力ですね、ワットマンですよと、こうなんですね。でまあ、したがってですね、これはですね、まあ、教科書の通りですね、PA プラス PB プラス PC を割ることの P ですね、こうなってますね。でね、これをね、こうに分解するんですわ。 P 分の PA プラス P 分の PB ですね、プラス P 分のPC ですね。まあ、これはどういうことになるか言ったらですね、 A 択ですね、 A 択の、最大、需要電ね、電力を割ることのですね、合成最大需要電力ですね、こうなんですね。でまあ、これですね、 B さん、それから C さんですね、こうなるわけです。でこれどういうことか言ったらですね、いわゆるこの合成最大需要電力というのはですね、変圧器の容量ですよね。結局、これですとね、これが2キロ、それから B さんのとこが8キロでしょ。それから C さんのとこ6キロですから、全部足したら今日16キロワットですよね。変圧器の容量は16キロいるわけですよ、ここね。16キロいりますよと。で、その16キロに対して A さんの2キロはですね、なんぼかと。ね。ということは、これはまあ言えば、もしね、他のその B さんと C さんが使ってなければ、 A さんが結局16キロワットのその最大の電力の中の2キロしか使ってないですよということですね。そうするとまあ1割ぐらいですかしか使ってないですよと、こういうことになるんですね。はい、まあそれのですね、各家庭の、まあ、どう言ったらいいですかね、需要率みたいなもんですね。需要率じゃないですけどね、需要率みたいなものを足していったもんが不倒率になるんですよと、こういうことになるわけですね。で今したがって P はですね、8たす2たす6で16キロですね、これが P になるわけですね。そんで、P の A ですね。P の A は2キロワットですね。それから P の B はですね、8キロワットですね。それから P の C は6キロワットと、こうなるわけですね。はい。ほんなら、どうなるか言ったらですね、これ、まあ、不倒率はですね、16をですね、2たす8たす6ですから、
これ16分の16で、これは1になるわけですね。合成ですね。合成の最大の需要電力ですね。これ P ですね。これはどうなるか言ったら、ここ9キロ、ここ9キロで、ここ3キロで、ここ1キロですから、これここの、ここで13キロですね。で、ここは8キロの6キロの2キロですから、ここ16キロですね、ここね。となると、それとここは、9キロと3キロと、1キロ、これ一緒ですね、13キロですね。はい、そうしますと、こうですね、やっぱり16キロですね。これは16キロワットになります、ここね。で、今度 PA ですね。PA は、A の最大ですね。A の最大は9キロワットですね。こうなります。それから B さんとこのあれですね、最大は8キロですね。それから C さんのところはこれ6キロですね。こういうことですね。はい、どういうことかと言いますとね、いわゆる変圧器の容量としたらですね、ここの一番たくさん使う16キロの供給をせないかんわけですわ。で、ここはね、まあ、朝方と夜はですね、なるほど、9キロは、A さんのところでね、ヒーターが入ってですね、電気ボイラーが入って9キロいるけど、他が落ちてますんでね、ここやったら13キロで変圧器が足りるわけですね。しかし、ここがありますんでね、昼間16キロに供給する必要がありますんで、合成の最大需要電力としたら、16キロがいりますよということですね。はい。そうするとこれは、不等率はどうなるか言ったら、PA プラス PB プラス PC を割ることの P ですから、はい。9プラス8プラス6をですね、16で割ります。はい。そうするとこれは16分の23ですか。これは 1.4 ですね。1.4 になりますよということですね。したがって、同じ16キロですね。こちらの方が、まあ、効率がええと。さっきの、説明したのに比べるとね、こちらの方が、余裕がいいよということですね。余裕があるよということですね。逆に言いますとね、不等率とグッと、下げればね、下げるいうことは、ここを試作することは、これが大きくなることでしょ。ということは、設備容量を大きくすると、大きな変圧器を使っておけばですね、不等率はまあ悪くなるんですが、余裕が出てきますわね。変圧器に、この変圧器にね、余裕が出てきて、まあ、他をまあつなぎ込むができるとか、あるいは A さんのところでクーラーをですね、どんとつけてもですね、変圧器通ることがないよと。まあ、こういうことになるわけですね。はい、問題1ですね。工場が ABC とありましてね、設備容量がそれぞれ10キロ、20キロ、34キロですね。で、それらの需要率ですね。需要率が 70%、60%、50%。で全体のですね、不等率が 1.2 やったと。それではまずはですね、設備容量ですね。とですね、需要率ですね。からですね、核ですね。工場の最大需要ですね。こうですね。はい。そうすると A ですね。A の、最大需要電力で
ね。P の A ですね。これは 10×0.7 になるんですから、7キロワットとこうなります。で、B の最大値ですね。これまあ P の B にしましょうね。そうするとこれは 20×0.6 で、12キロワットですね。から C の最大需要電力ですね。これは P の C は 34×0.5、17キロですね。こうなります。はい。そうすると、第4位ですね。1.2 は、7+12+17を割ることの P ですよと。これですね。はい。P は、1.2×7+12+17ですから、これは36を 1.2 で割ります。そうすると、これは30キロワットのですね、まあ、これにかなうような変圧器を、ぶら下げればよろしいよと。こういうことですね。はい、それでは問い2ですね。問題2をやっています。変圧器がありましてね、それに、ABC という工場があって、A に100キロワット、それから B に200キロ、それから C に300キロワットを供給している。でこの変圧器の不当率が 1.5 やと。で、このですね、あの各工場の平均の力率が 0.8 やったと。なら、この変圧器のですね、変圧器の容量は何キロかと。こういうことなんですね。はい、そうすると、まずここのですね、キロワットですね、消費電力を出さないかんので、この不当率とこれですね、1.5 はですね、PA プラス PB プラス PC を割ることの P ですよね。はい。そうすると P は、100プラス200プラス300を割ることの 1.5。 はい。そうするとこれ600を 1.5 で割りますと400ですね。400キロワットやと。まあ、こういうね、足せば600なんですけど、不当率が 1.5 いうことはですね、変圧器はですね、400キロワットで用が足りるよと。こういうこと、この負荷の使い方がこう、時間的にずれてますんでね、400キロワットあったら、この工場を使えますよと。こういうことなんですね。はい。さあ、それで、コサインシーターは、S 分の P ですよね。これが、0.8 ですから、S はこうなりますね。はい、400を 0.8 で割ったら、500キロ VA ですね。単位が変わります。力率が変わりますんでね、VA に変わります。